どうも、こんばんちは、アキシトです。ダーク続きやっていきたいと思います。前回の続き、次は4ステージ目だっけ。ずっとファンだぜ、ありがとうな。ずっとファンでいてくれてありがとうな。さあ、新しいステージ、今度はなんだ。おう、あ、こうなんか線を通す感じだったね。電気が通ってた。おう、おう、なんだ。これはこう行くしかないんだな。電気を通す。だが、そこしか通っていない。こっちにも行ける。これは、辿っていけるか？これか。これは、こっちにやると？そっち？中なんだ、これは。これはなんだ？ヘビ？ヘビだ。なんかすごいキングコブラっぽかったけど大丈夫、主人公。あ、これここからもいじれるんだ。待てよ、こう通してこういったらこれがこうくるのかだな。しかし、これはあまり意味がないっていう感じが。そうだな、これ回れないな。何か出てきた。え？あ、これでさっきの意味があるのね。これもう一個向こう行けたか。あ、これが限界だな。取れる？あ、取れたわ。電球。違う、戻るんじゃないんだよ。戻るんじゃないんだよ。こう戻って切り替えすると、これが向こう側に続いて、こっちが空いてるか。なんだこれは。おう、電気通ったね。お？これが蛇でつなぐとかそういう感じですか？どうなってんだそれは。これもまた、これをあれなのか。だね。仮面？マスク？マスクを見つけた。そもそもヘビどこ行ったっていうな、これ。そもそもヘビつなげて電気通るのか、これ。わからねえ、この主人公の思考がわからねえ。
これもどっからから通せるのかな。こっちも回っていけるね。これもどっからか電気通す系だな。でもこっちから繋がってる感じしないけどな。繋がってたかな。これで繋がってんのか。いけるいける。ん？マスク？お、マスクをつけた。お、なんだ。電気か。おお、俺は仲間だぜみたいな感じだ、感じかこれ。オッケー。で、そこの電気がつくのか。オッケー。おお、おはようございますってなるわけね。な、現実の理屈は通用しないなこのゲームは。お、あのマスクもどっか行っちゃった。第5章アンロック、第5章てか5章5ステージか、終わったのか。おやすみなさい。毎日毎日大変だな。第6章目。待てよ、こっち側は何もない。 OK、 くるっと回って、おお、ジャンプとかできたのね。ここだけだけど。電気テープ、おお、なんだ、あ、なんか汽車かこれ。おお、危ねえ。なんかいるぞ。上にいたぞ、なんか。八角形パネル、何かに使えるのかな。うう、この状態ではあれなのか、取れなかったみたいな感じなのか。あ、でも開けたところが違うかこれ。また別の何かが必要だね多分。何これ、何使えないね。なんかまた取ってないやつだねこれ。これ八角形パネルだ。え、でかいね。だからそんなでっかいの引き出しに開いてたのみたいな。で、電気テープ、直にすれでやるの危なくないか、大丈夫それ。あ、これ他のもいじれるのか。で、つなげていくパティーンね。ちょっと待って、これ操作が難しいな。全部通さなきゃダメなのか。ってわけでも、あ、でもそうなるか、必然的に。ちょっと待って、思うようにいかねえ。これはこうなっちゃうんだよな。
違う違う、思うようにいかないんだよな。あー、こうでもないよね。じゃあそういかないもんな。こっちから行かなきゃいけないんだから、こうだ。なんかそんなに難しくはなかったけど、操作が難しかった。おもちゃのピアノ、ピアノね。何これ、持ってることに何かアイテムを使うとかでもない。なんだろうねこれ。何か持って支えて何かやってるけど、何かあるわけじゃないね。支える、持って支える。ぐるっとして、ピアノ、ピアノね。これは回らないか。あ、これもアイテムか。ってことは戻んなきゃダメだな。じゃあピアノを使う場所なんだろうね。こんなとこピアノじゃないもんな。でも他にあったか。あと引き出しぐらいしかなかったけどな。あ、これか。どこで、どこに持ってんだお前は、そんなもの。まあそういう感じだよね。何かの能力者がお前は。何これ大丈夫。おい、食われた。ひそひそ歩きとか、そういう感じかな。いやーダメか。あ、でもひそひそ歩きっぽいな。さっきよりは気づかれてなかったからな。これも絶対アイテムとかじゃねえだろ。何のためにひそひそ歩きができるんですかって。あ、違うね。結局ダメなのか。ってことは別の方法か。他何かあるか。これでも寝てますけど、寝てますけど、ダイナマイトっぽいのが欲しいんですよね、おばちゃん。しかし普通に歩いてっても見つかってしまうな、これ。かといって何かアイテムってわけでも、ないよな。逆にこう一回逆さにすることで、あいつは、あいつもなんかどうにかなるみたいなね。あ、なんか鍵あったぞ、こんなところに。どうだお前、頭打ったか。まあんなことはなかったな。まだなのかなこれ。ピアノを鳴らす、ピアノどこ行ったんだっていう。この壁を突き破るのに使っちゃったかな。で、鍵を手に入れた。その鍵をどこで使うかな。なんかどっか
最初に使えるとこでもあったかな。それとも先にあった、なんかあったかな。一番奥にあったあれ鍵まあこっち側にはもう用はないな。じゃあそうだね、あ、これか、これか、コルク抜き、コルク抜き、こんなが絶対ダイナマイトでしょ、これは多分。コルク抜きって最後のやつかな。これ?これかやっぱり。いや、そうなるよね。え、これ、なに、耐えろみたいな絶対繋がることはないからな。これ俺耐えられるの自分でやるしかねえぞこれ。で、マジかよお前、やり方強引すぎ死ぬぞお前自らを通すって。あぶぶ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 ぶ、どこ?どこ?どこにいるの今。ああ、そこね、そこね。待て、ちょっと待て、そこの行き方を俺は知らない待てよ、最後あそこに行かなきゃいけないけど、もう一回転して、ああそうか、そうすればいけんのか。なかなかいっぱい回転するね。ほっ、急げ急げー、とは。あ、ここもなんか使うの。あとこっちいけんのかこれで。危なっすい。なんだんだよお前。どうやらあそこにも何か必要なようだった。せっかく電気通したのに。あそこまで。ゆくあれを破んなきゃいけないのか。ああ、ダイナマイトそこなのね。よくよく考えれば多分確かにそうだね。
ね。いや、すごいな、お前。それどうやってやってんだ？重力無視だろ。隠れ方。忍者か。お前、それはちょっとかっこいいな。石炭。石炭あそこに入れるやつか。そうだね。この隠れ方よ。すごいぞこれは。どうなってるんだこれ、これは。うわあ、ザムギョルダメ。マジかよ。あ、でもこっからか。もうちょっと離れなきゃダメか。ギリギリすぎてもダメだな。これぐらいなら大丈夫なんだけどね。ほっ、走れー走れ走れい。戻る。オッケー。だんだん一個のせいでやることがやっぱ多くなってくるね。石炭。これでまだ何か必要。まあそれは石炭だけじゃない。これ閉めなくていいの？他にアイテム。何、どっかに何があった？ダイナマイトは欲しいんだけどね。あのダイナマイト取れんのかな。ここ以外に行けるところはないよな。ダイナマイトを取るしかないな、やっぱり。じゃあアイテムがどっかにあるかもしれない。いや、でもあのダイナマイトはアイテム使うとかそういう感じでもなかったからな。やっぱりこの辺にはないね。もう一回行くしかねえか。あの野郎。ん？こっち側何もないよね。ダイナマイトをください。お休みのところ申し訳ないですけど。どれくらいで反応するんだこれ。寝息立ててる間は大丈夫。
ん匂い嗅いでるときにーっていう感じね。あ、取った取れた、よかったぜなんかクンカクンカしてるときに近づいたらダメだったのか。普通にやって取れたな、よかったよかった。ほらで最後に進めるよ、やっと。先にダイナマイトだな、じゃあ。ダイナマイト、オッケー。でもいいんじゃないかな。もう一回ビリビリしようぜ。ほっ。自らのこの電気を通して。電気を流すというすごい強引なやり方で突破する主人公。ほわっ、もう一個向こう。間に合わなかったこう言ったら間に合わねえのか。じゃあ一回た、もう一個倒して回った方が早いんだね、やっぱり。この生き方じゃいけないんだね。ほっ、はい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 、何度目かになるけど。はいよ。でこっちから行かないと間に合わないんだ。この距離で危ねえぞマジで。ようやく突破。まだあるのかい？何？なんでくるくる回るの？なんだ？車椅子の変なやつが来てるぞ。この視界ぐるぐる回りながらやるのか？やつが来る前に？この瞬間しかないじゃん。いや待って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 、ちょっと待てって。それはもうちょい待って、頼む。無理だってもうちょっと待ってくれよもうちょっと待ってくれ。これは右側行った方が早いな。あの短時間であそこの真ん中まで行くんだろう。意外と操作むずいんだってこれ。どこにいるかわかんねえし、今どの位置。そう感じ。上だな。ん、いやわかんないんだってこれね。その一周すぎるってこれ
次に行ける。次で行くしかない。オッケー。おお。そういうことしてくる。ライターライター、でももうあれか、石炭か。変に難易度上げてくるな。笑うぞ本当に。一番のビッグ演出だったな。ライターに標準が合わない。あそこ一番難易度高いだろ。な、ギリギリだったよ。おお、おはようございます。このステージだけでかなり光ったな。よし、はい、というわけでね、じゃあね、時間もいいんで今回は一旦この辺で終わりにしたいと思います。続きはまた次週やっていきたいと思いますのでね、また次回もよかったら見に来てくれたらと思います。それでは